砂漠イグアナは、イグアナか砂漠イグアナ属に分類されるトカゲ。本種のみで、砂漠イグアナ属を形成する。アメリカ合衆国、メキシコ北西部全長30から40センチメートル。体色は白や和褐色。赤い反転が胴体では、縦縞状、尾では横縞状に入る。背面にはあまり発達しない縦紙状の鱗がある。種商名動作リスは、背の、背中ののい。 オスは繁殖期になると腹部の体側面がピンク色になる。3から4アシュに分かれるとされる。低木や岩があり草がまばらに生えた砂漠に生息することが和名や英名の由来。中高生。気温の高い日には低木の茂みや岩の下などで休む。危険を感じた時は物陰に素早く逃げ込む。植生は植物食傾向の強い雑食で植物の葉。 果実、昆虫、節足動物などを食べる。繁殖形態は卵生。4から5月に抗病を行い、6から8月に1回に3から8個の卵を産む。卵は8から9月に孵化する。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に野生個体が流通する。テラリウムで飼育される。上面は通気性の確保と脱走防止のため。 金網などで蓋をする。床材として赤玉土やウッドチップ、砂などをやや厚めに敷く。強い光を好むため紫外線照射量の多いフルスペクトルライトやメタルハライドランプなどを点灯する。また小型の電球をケージ内の一部に照射し高温になる場所を作る。餌は主に野菜や果実等の植物質を与えるがコオロギを与えると食べることもある。餌には カルシウム剤等のサプリメントを振りかけて栄養価を上げる。ありがとうございます。